はい、えー、じゃあ次はですねえっとね平子さんですね平子さん先輩なんですよね僕岡山の先輩でしてねはい、えー、ではですね次はですねえー、ギフト という展示ですね、えー、平子雄一さんの個展、えー、光太郎ぬかがというギャラリーでの個展になりますこちら紹介していきます、えー、こちらもですね同じくですね天王図ですね天王図のですね、えー、寺田アートコンプレックスの中に入っておりますギャラリーになっていますこちらもねなかなか広いスペースでね、えー、展示されておりますんでねはい、えー。まあちょっとね今ウェブサイト見ていただいておりますねあのギャラリーってね大体こういうサイトですよねまあ僕はこういうサイトがいいと思いますよ本当にシンプルなやつがね ええ、もうあのいらない情報、いらあの無駄な情報いらないですからね、ギャラリーの。はい、いくつかの画像と、えっ、ー、とまあ展示の内容と、それから、えー、CV ですかね、があれば十分ですからね。で1982年、岡山生まれなんで、平子さん、僕の1個上なんですよね。あで平子さん、あの賞取られましたね。あの ic 賞っていう賞があるんだけど、まあ、それ取られましたね。ええ、もう、あの平子さんが取るんだったら、何の文句もないですね。<laughs> 他の人が取るんだったら、ちょっとね、なんか、うん、うん、みたいな感じになるかもしれないけど、平子さんだったらもう文句ないです。ね、平子さん有名になって欲しいな、岡山でも。ね。まあ、まあ、ていうか、平子さん。多分ね、あれは賞を取ったからまた有名になったと思う。まあ、いろいろね、えっ、ー、と、引っ張られるんじゃないかなと思うんですけど、まあいいやえー、じゃあちょっと作品見ていきましょうかね。でね、僕ね、平子さんの作品ね、ごめんなさいね、平子さんの作品自体は僕はそんなに趣味じゃなかったんですよ。でもね、今回ね、すっごい良かった。なんかね、 なんだろ,うで,も、ね、ひろでもね、変わったわけじゃないんだよね、平子さんの作品が。俺が変わったのかもしれない。なんかね、すごいよかった。大きく変わったわけじゃないんだけどな。な,なんかすごい良かったんだよな、ね、平子さん。うん。あ、こういうのもね、平子さんらしくていいですよね。はいはい。えっ、ー、と、こういうやつですね。これが、これは、この一番有名ですよね。人間が木と一緒になってるってやつなんだけど、 でまあこれあのテキストに書いてて、まあ、ひろこさんもよく言ってることなんでだけあの、ね、あとひろこさん、イギリスに留学されてるんですよね。でその時に、あその時っていうだけではないけど、あの要するに、ね、人工の自然、例えばあの観葉植物とかああいうやつ、ああいうやつに対してすごい疑問があると、あれ自然じゃねえじゃんと、人工じゃんみたいな、ね。で、なんかすごい暴力的だよなっていうところに、結構怒りがあるんだと思うんだよね、僕、そういうところに。だから僕、そういうところ、すごいロックな人だと思うんですよ。 めっちゃロックなんだと思うだからあの怒りがあのえっと源泉になっているっていうところにあるんだと思うんですねで僕ねその点についてね先に言っちゃうとね奈良吉朝と似てると思った奈良さんと僕似てるんじゃないかなっていう気が今回すっごいしたんですよでそれはねただロックって言えばいいのか分かんないけどでもちょっと今日はロックっていう言葉で言ってみたいと思いますねはいねだから実はこれロックなんですよ であの平子さんってこういうねあの非常に、えー、多くのモチーフをですね一つの画面の中にたくさん入れてえっ、ー、とまあ、ちょっとバラバラの構図に見れるんだけどあの構図をですねこう切りながらですねこう例えばここは花でしょでここなんか空間みたいなのでここ夜じゃんだから完全にバラバラになっちゃってるのよねこういうまあ切り方をし,しながらえっ、ー、とですねま,あ、まあ平面でガチャってなってる時もあるんだけど えっとまあまあこういろんなものがこういっぱいあるみたいなねこういう、えー、っと空間を作っていくっていう作家なんですねでこれパッと見るとですねあのカラーもビビットでですね絵もですねこうなんかすごくいい感じなんですよねいいこの太陽とかすごいいいじゃんだからあの可愛くてですねあの見やすい絵に見えるんですよであのさっきのこの,このボーイもさかっこいいしさこ,のか、ね、でこれトリプテックですん、ね、で3、えーね、面ですね3層ですね 層って感じで、すかでこれもなんかポップな感じがするんだけど、でもね、これちょっとディテール見るとね、すごいちょっと異様なんですよ。これ、これ、これかなりこう角度つけて撮ってるんですけど、こういう花がね、こうギューっと垂れてたりとかね、このね、蝶々とかもね、明らかにね、このね、えー、壺に書かれた蝶々の形をしてないんですよね。浮いてるんですよ。絵画なんですよ。絵画としてくっきゅっと浮いちゃってるっていうね、画面からね。 そういうね書き方なのものすごい奇妙なの怖いのこれねだからねやっぱりねこれあの我々が見ているものじゃなくてその,その存在自体に近づくっていうことをどうやってやるかっていうことをずっと考えてこのガチウガっていうのもねあのそれもその象徴してると思いますよねねあのガチ画ウガによってその存在の曖昧さみたいなものをどんどん宙づりにしていくっていうね、えー、そういう作,、えー、と作法をとっていると思いますね ある意味で古典的なんだけどね、そういうところはね。はい、でこれはあの商品ですね。商品もすごい,いんですよ。このね、あのー、タクシーかな、これとかもすごい良かったな。えこの,あの木のこうですね。これが一番ねあの印象的なやつだからね、えー。これがもしね、あの一番初めに買うとトたらこれがいいかもしれないけどね。でもやっぱ大きい作品がいいけどね。うん、あこれいいですよね。こうガチャっとなってるっていうね。うん でもやっぱりねこの中にもね、ちゃんと奇妙さがあるのよね。あの、やっぱ僕、この花がすごいいいような気がしてきたな。うん、花ってやっぱり、あの、なんていうか、平子さんのモチーフに合ってる気がする。木もいいんだけど、木ってやっぱり、あの、根付いてるものだから、花って、ちょん切られてるものだから死、死んでる、も死んでるっていうかこう、ねまあ、まあ死んでるって言うとおかしいけど、まだ生きてんだけど、その、死に耐えていくものでしょ。だからそういう方がロックなんじゃないかね。 で、これはまあ,あの白黒に近い絵画ですね、えー。こちらの方がちょっとこ,うこう怖さみたいなの増しますよね。あのー、まあ、よりこう、ね、こは花なんか持ってるけどね、怖いよね、すごくね。うん。うん、これ、いい作品ですね、うん。全体の構図の作り方が極めて上手い人なんですよね。ものすごく上手な人なので、こういうところはね。なので、 やっぱり。で、多作なんですよね。たくさんかける人だしね。こう、僕ね、これとかもすっごい奇妙だと思った。こういうところね、花火みたいなのこう散ってるじゃん。で、これってさ、綺麗なもんでしょ、花火。全然違うの。全然違うの。はい。ね、これ花火。これ怖いのよ。ものすごく怖いのすっごい危ない感じであの火花が散ってるのよね。で、あとね、次にこれつなげるために言うとね、ここに部屋みたいなのあるでしょ、部屋。でね、この部屋みたいなのがすっごい重要なのよ。 この個室の部屋っていうのがね、すっごい重要なんだと思う、彼にとって。なのでね、ここはね、僕もね、まだね、すごくよくわかってないところなんだけど、あ、これはもうほとんどメインだと。これはあのメインイメージになるぐらい、すあのいい作品ですよね。花があの、木の木人間がこう、角が生えてね、で、花になってると。だから人間、木、植物、動物、で、あと昆虫がいるよと完璧だけどね。 ね花がね、はい。でね、今回ね、こう個室みたいな、まあ、あの、孝太郎ぬかがさんって、こうあ、あれなんですよ、こういうようなね、個室みたいなところがあってね、そこをね、本当にね、自分の部屋みたいな感じにね、えー、作ってたんですね。で、僕ね、これを見て、奈良良義朝さんに近いと思ったんですよ。あのね、奈良さん、すごい自分の部屋みたいなの作るでしょ。で、あれがなんでロックなのかっていうのは、僕もね、まだよくわかってない。僕、ロックの人間じゃないんだと思うんだね。僕、だから、ロックっていうか、僕ね、パンクが好きなんですね。だから、 まあその辺の違いなのかも。まあわかんない。そうわかんないんだけどね。まあ、えっと、まあすごいこれがロックなんだと思うんですよ。うん。だと思ったのよね。なんかね。この個室の中で、なんていうかな、その自然と向き合うっていうかな。そういうことがね、すごいロックなんじゃないかなって思ったのね。で、やっぱね、この部屋ね、ものすごくね、 あのとっても奇妙な部屋なんですよ。あの、ものがたくさんあってね、ガジェットみたいな感じだから、こうやって、例えばこの立体とかそうじゃないですか、あとこれ時計なんですけどね、えっ、ー、とあの、鳩時計っていうのかな、あのポッポッポって出てくるような時計なんだけど、えっ、ー、と、まあまあかけ、かける時計だね。なんかね、あのかガジェットとしては可愛いいんですよ。なんだけどね、懐かしさみたいなものは全然ない。じゃなくて、 何なんだろうね、これ。懐かしいような絵なんだけどね。なんかね、ものすごく反抗してるんだよね、何かにね。うん。いや、平子さん自身はすっげえいい人なんですけどね。<laughs> 何かに反抗してる感じじゃない人なんだけど。でも、これ何かに反抗してんだよな。うん。でもやっぱそれがロックっていうことなんだと思う。だから、 何者もなく反抗するみたいなものがロックなのかに、ねうん、そんなことをね、考えたりしましたね。だから平子さんは、あの、可愛い作家じゃないですよ。やっぱりすごくその奇妙さっていうね、存在の奇妙さにしっかり向き合っているし、それをロックな形で表現している作家だということがすごくよく今回は分かりましたね、僕は。えー、のですごく良かったです。はい。 ということで、えっとですね、孝太郎ぬかがさんで行われておりますギフト、平子雄一さんの個展について紹介いたしました。展示がですね、少し伸びておりまして、2021年1月23日から4月3日までとなっておりますので、ぜひ行ってみてください。天王図のギャラリー、コンプレックス、寺田アートコンプレックスになります。ということで、ありがとうございました。 ぜひ皆さんね、えー、いいねボタンおよび、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。